はい、今回は佐世保女子高生の件ですね徳勝もなみというサイコパス女の正体と榊原生徒と少年法こちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあリスナー様もこちらの件ご存知の方多いと思うんですけどあのこれを言うと驚かれるかもしれないんですけど徳勝もなみの徳勝もなみっていう、えー、ねこの女の人ねサイコパス女の正体もしかしたら普通の人かもしれませんからね そんなことないじゃないか何言ってんだよって言いますけど最後まで聞いていただければ全然考えられるとそのように思いますで、えー、間違ってることがたくさんあるんでその間違ってるものをねちょっと訂正した方がいいかなと思いましてそれを僕調べたんですよでそ,その話を今回お伝えしていきます で、えー、少し前にお伝えしましたが、こういったですね、えーまあ、ものすごい凶悪なあもので、ですね、えー、この未成年ですよね、女子高生等ことだから、この統括学びっていうのが、でえー、まあ、少年法、まあ利用されるとか、まあなんか何やら精神的にどうのこうのとかっていうんですが、まあまあまあ、おかしいですよ、普通に。でよくこれも対象されるんですが、この対象したところからヒントを得,た得るんですね、まず。この 徳勝もなみとですね、えー、神戸のこの少年、榊原生徒っていうのがまあ対象されるんですが、ここであのまず、えー、気づきます。徳勝もなみと榊原生徒がサイコパスであるという共通点、うん、2人ともサイコパスかなんかなんていうのは分からないです。でしかもこれ、えー、はっきり言いますけど、これを言ってるあ精神科医がいるんですが、全く分かってないですね。うん、何も分かってないと思,思って、うん、これをまず正していきますね。 こ特勝学びに対して、えー、この精神科医がです、ね、心理テストを行っ,て行ったら1997年に、ねえー、この小学生の首を中学校の校門に置いた、えー、神戸の榊原生徒、少年 A と同様の兆候があると診断したと言ってますが、まあ、じゃあこの精神科医の間違っているところを考えていきましょうかこの榊、ね、原生徒の件ですね前もお伝えしたかと思いますが 肛門に首を置いたっていうことなんですがそもそもこの件を調べてわかるんですが榊原生徒はあ糸のこぎりで首を切ったっていうことになるんですが専門家がです、ね、糸のこぎりでは首は切れないってことなんですよつまりやってないってことです。でもしもやったと言うじゃないですかあんな綺麗には切れないです。 そんなことはあ、こういったことを普通に考えればわかるんですよだからそういうことがわからないようにえーな何、何やら思うわけですようわこんなひどいことをしたマスコミのデタらめです完全なるデマデタらめだと思います首の切断面が綺麗になっているっていうことがおかしいんですよだ、これっていうのはもうわかってるんですよこの件に黒幕がいるってことです えー、あのサガキバ原が肛門に置いたあ首を切ったのはサガキバ原ではなく他の全く別の黒幕のグループで、えー、あの子供のですね、えー、体を冷凍してその冷凍して、えー、凍らしてその後おそらく電動の工具で切ったと考えられますね榊原っていうのは冤罪無実の可能性が非常に高いんですよで本人もあの本かなんか書いてますけど本の部分にその描写を一切入れてないんでね、うん、やってないから分かんないんでしょうね そういういいに思いますよだってお,おかしいじゃないですか別に榊原をあの擁護してるわけじゃないですよ誤解がないように言いますけどそういった事件を考えてるわけですよ、うん、だからその前の時にお伝えしましたが黒幕が別の目的を持って動き回っているってことですねで、えー、ああいった事件を騒ぐで例えばここでも榊原の件とこの特勝もなみで出てきますけどサイコパスだから何をするかわからない何でもするんだ何でもできませんよ 冷静に考えるべきです冷静に考えるとおかしいってことに気がつくんですよだからもうそういうね、えー、まあ偏見っていうか先入観というかそのレッテルを貼ってもうこれはこうだとかって言うからだから分からないんですよでさらに言うとその分からなくなることを加速するような情報があるんで、まあ、その情報を考えていきますねで僕の話を聞いていただいたらあそうかなって多分思いますよで例えばねいやそんなことはないじゃないか徳勝なみはね 漂白剤を小学生の時に入れて、中学生の時になったらバットでお父さんをね、なんか何とかしたんじゃないかって、猫とかカエルとかを、なんかね、そういった動物を何とかしてたんじゃないかって言うじゃないですか。榊花もそう言っ,て言ってましたよね。なんか猫を何とかしたんじゃないかって言ってましたよね。で、まあ、ちょっと少年じゃないですけど、最近話題になってる、ね、札幌のホテルの親子の件もそんなこと言ってましたよね。シナリオなんじゃないですか、それ。僕そう思ってますけど。 だって、さがきの件でえ分かったわけじゃないですか。やれないわけですよね。だけど、それをやったっていうふうに見せかける、その筋書きですよ。だから、ね、動物にそういうひどいことをした、今度は人間にそういうひどいことをする、やっぱりサイコパスだなって、うん、全く単なるシナリオ、マスコミあるいは黒幕の誘導であると思います。それがあこの後でえ分かるんですよ。でこのの件っていうのはおそらく ここはちょっとわからないんですけど目的が違うところにあると思うんですよねこの徳勝もな美のお父さんを多分潰すことっていうかお父さん亡くなってるんですけどお父さんま多分丸されてると思うんですけどそれがこの件の狙いじゃないかと僕は思うんですよ。徳勝もなみのお父さんっていうのは政財界につ,つ,なつながりがある地元の名士、えー、っていうことが分かってるんですよ。その娘なんですよね徳勝もみって、うん だからあ、その娘がこういう凶悪な事件を起こしたっていうことにして、娘のせいにして、でそのお父さんを葬り去ろうとしたっていうか、まあ、お父さんも、えー、亡くなってますけど、まあ多分丸されたんじゃないかと思いますけど、そのこともあで考えていきますけど、だから、ね、さっきの数字書きでいくじゃないですか、中学生になってからね、えー、猫をなんとかして、ね、その後、人間をなんとかして、そういう人間だったんだ、サイコパスだって言うんですよ。 ね逆に考考ええるるとこう考えられるんですよ犯人としての要素が揃いすぎてておかしいだからそこういうシナリオに沿ってるからここに気が付かないとあれなんですがあれこれちょっとなんか犯人としてねできすぎたシナリオになってるのは黒幕がそういうシナリオを書いたんでしょうねそして徳勝もなみは高校に進学したけど3日間しか学校に登校しない人間だったと。 あこれはね、えー、ちょうど犯人にするのにいい、いいと、そういったことだと思うんですね。で、一回ですよあの、そういったまあ偏見を捨てて、偏見とか先入観とか、そういったレッテルバレーを捨てて考えますね。この徳勝もなみがあ、丸したって言ってる、この松尾っていう、えー、丸された女性なんですが、この2人って友達なんですよ。で別にトラブルとかも何にもないんですよ。で友達でトラブルをないのに、丸しますか サイコパスだからやるかもしれないやりませんよそう,そういうことを全然だから考えないでもうねえこれはこうだっていうふうにえ押し通したいのがマスコミの狙いなんですよねでこっからちょっと事件のおまあねその部分に入っていきますがここですよあの北海道のホテルのね親子の件もそうですが徳勝もなみは丸した後に頭部と手首を切って胴体も切った できますかそんなこと、一人で。普通に考えておかしいと思うんですけど、徳勝もなみって高校生ですよね。人を丸して、頭部と手首と胴体切れますか、一人で。おかしいね、普通に。で、このその後に松尾っていう人の携帯電話を自宅のマンションから投げ捨てたっていうことなんで、これ、松尾っていう人の携帯電話に何かあったんじゃないのこ,この線も考えられるんですよね。だから別に 一言で言うと、徳勝もなみがね、サイコパスでもう何をしでかすかわからないんだっていう風に、レッテルを貼ることに全てが隠れるんですよ。この松尾っていう人も何かがあった可能性があるんですね。それは何だかわかりません。僕はお父さんのせいだと思ってるんで、うん。では、行きましょうか。全ての偏見と先入観を捨てて、この事件の真相を考えていきます。これに答えられない。っていうか、この時点で完全におかしいなっていうことがわかる。 ほとんどのほとんどの人はこのことに触れないんですが別におかしいんですよ。徳勝もなみは15歳でですね同級生のこの松尾っていう人を丸して、えー、その後ですね遺体をバラバラにしたとあバラバラ事件だったんですねこの時点でもう分かるわけですよバラバラ事件っていうのは意味が違うんでねゾウ、えー、丸を取るとかそういった違う目的で黒幕が後ろで動き回る可能性が高いんでねでさっき言ったように1人ではできないじゃないですか。 でここから、あかなり、えー、ちょっと内容的にハードですけど、えー、まずですね、この徳勝もなみのところに警察が来たって、えー、言うんですよで、その時の状況っていうことなんですが、徳勝もなみは、えー、洋服があまっ、あま、たく綺麗だったと。ねそのね、えー 警察官と玄関で対応したということなんですが、えーまああね、血がついてる服っておかしいから、まあ、着替えたんだとかっていうんですが、僕は思うんですけど、やってないと思います。だから別に着替える必要もないし、全く全然違う。で、今度、ここですね、この松尾っていう方の遺体がですね、えー、ベッドの上で、えー、仰向けにあったっていうことなん,なんですよ。ここでおかしいと思いませんかどういう状態か分かりますよね。 首がなくて手首が切れてベッドに横になってるってありえないですよね。部屋中血だらけじゃないですか。そんなことありますこの時点でおかしいっていうことはもう分かるんですよ。で、さらに話がおかしくなっていって、この松尾っていう人はあ首と手首とかそう,そ,うそういったところを大きく切られていたとかって言ってるんですが、想像できないんじゃないですかで,できますそれ。僕はできないですよ。う嘘だと思ってるからこれ。全く別のところで別のものにやられたと思ってるんでね。 でまたシナリオを考えたと思うんですよ。であるいはですねこうも考えられるんですねまあちょっとどうかと思いますけど特活もなみの後ろに共犯がいるっていうことですね。うん。だからあの言ってしまえばこんなことできないよなっていうことを暗に言ってるわけですよ。でそれを隠してるわけですよ。でさっきの隠してるのとは違ったもストーリーの点から言って特活もなみはね子供の頃でどうの頃のサイコパスだからどうのこうできないでしょ。 僕はできないと思ってるんでこれね、うん、で、えー、ここですよ非常にこの件不可解ですけど、えー、この松尾さんっていう人のですね切り取られたあ頭部とか手がどこにあるのか分からないって、えー、じゃあ違うところでやったんだろうねどうしたんでしょうね冷蔵庫に入れたのかな浴槽に入れたのかななんか分からないけど、うん、おかしいと思いませんか頭部とその切られた手がないんですよ 無理でしょ普通にこの時点で完全におかしいこともう分かりますからねあのー、北海道の親子の件もそうですが首切れないですから頭切るとか意味わからないですけどねうんでまあちょっとこれ以上はもうむごいから言いませんけど ここで、えー、またいつものねまた違ったあのーまあ、芸能人とかもそうですけどまた得意のマスコミのね、えー、まあ,あ必殺技が出てくるわけですよテレビにで出てきた時の報道はですね、えー、この捜査員があねベッドとか、えー、そのまあ、そういったものをブルーシートに包んでトラックに運んでいたんですね、うん、中に何もなかったかもしれませんねん無理でしょ普通に考えてよく冷静に考えればわかると思うんですよ 部屋の中で、えー、そのね、えー、何だか知りませんけど、首を切られるとか、うん、血だらけだと思いますし、無理じゃないですか。あで、しかもその、切られたものがないとかね、訳わけからないでしょ。手首がないとか。うん。っていうことです。この時点でおかしいと多分思ったと思います。あとは、さらにもっとおかしいことを言うと、この特活まなみっていうのは、あこの、ま、丸、ま、した人と、 に対して犯行動機がないんですよサイコパスだからって勝手に言ってるだけでしょ。マスコミのデタラメだと思いますけど。犯行動機がない件っていうのも非常におかしいからね。徳勝もなみっていうのはこの松尾さんっていう人に別に恨みがなかったし仲良しだったんですよ。うん。犯行動機がないね。おかしいと思いませんかで、これも決定的におかしいんですよ。こういったところから嘘がバレるんでね。うん。まあ、デタラメ言ってんなと思うんですけど。<laughs> 徳勝もなみの証言っていうのがあるんですが。 この犯行に使ったものは全て自分で買ったと言ってるんですよ。まあ、それはそうですかって話なんですが、その後なんですね。犯行は全て私が一人でやりましたと言ってるんですよ。うん、一人でできないだろうね。あるいは、犯行を全て私一人でやりましたっていうように言わされてんじゃないのって思いますけど。だって思いません本当に単独犯だったらこんな言葉出てこないですよ。だって一人でやったのは当たり前なわけですからね。うん。 これって、私が一人でやりました、すべて私が一人でやりましたっていうことは、イコール二人三人いる、あるいは共犯がいる、そんなことはないですよっていうことを隠してるんでしょ。で、さっきのあの、さぐの件と同じですけど、頭部をのこぎで切断することはほぼできないんですよ。専門家の証言から分かってるんで、だからこれっていうのはもう考えられる可能性が一つです。 徳つもなみっていうのは無実。その可能性が非常に高い。あるいは共犯。えー、逮捕される役である。で、先ほどの少年法がある。で今回はその精神鑑定とかそういったことがある、うん。だからそういったことで本当のことを隠した黒幕が後ろにまた隠れたっていうパターンだと思うんですね。化、う、つ、ん、もなみ,みがサイコパスだから。うん、首切れないでしょ。うん、っていう話だと,と,いうことを僕は調べて思ったんですよ。全然ここに触れる人がいないんですけどね。だいぶおかしいと思うんでね。で またそうう考えるとこの話もつじつまがうんですよ徳勝学美は事件の後に全く反省してないっていうことなんですけど反省しないでしょだってやってないんだからって思いますけどねでここからなんですよこの事件の本当の狙いっていうのは多分ここにあると、えー、考えられるんですね。 徳勝もなのお父さんという人は、あこの地元かな、あここで有名な、えー、弁護士かな、弁護士とか、あとまあ富裕層、お金持ちだったということなんですが、この徳勝もなの件が起きてからですね、お父さんはあ首吊り辞をしてるっていうことなんですよ。でも、お父さん、首吊り辞をしてるっていうことなんですが、僕は丸されたと考えてるんですね。うん、なぜかというと、この情報からあそう考えました。 長崎,長崎県佐世保市で発生した佐世保の,、ね、そのマルジンの犯人,とした犯人とされているこのサイコパス、徳勝もなみのお父さんが、えーね、自宅で首をつって亡くなっているのを、えー、発見されたと。け 警察県警は辞と見て調べていると知人女性が119番したっていうことなんですねでお父さんっていうのはこの娘のそういった対応が悪くてそういったことで、まあ、マスコミに叩かれていたそ,そこから辞をしたんだっていうんですが言う言「遺、う、書、ん、が見つかっていない」ってことですね「遺、う、書、ん、がないんですね」「丸されたんじゃないんですか」お父さんを狙った件だと考えられるんですよ ものすごくお金持ちだからでこれし、僕調べたんですよ。これおかしいと思ってね。でこれ調べると分かるんですよ。別に何でもなく普通に調べると分かるんですよ。おかしいと思ったから調べたっていうそ,んなその話でね。でリスナー様の,その役に立てないかと思って調べたんですよ。そうしたらどういうことかって言ったら、 このです特、ね、活、えー、もなみがあ事件を起こしたマンションがあるんですが、そのマンションというのは、マンションとして有料物件だったらしいんですね。えーまあ、立地がいい、えーねその、商店街に近いし、まあ、立地がいい、えー、有料物件だったんですが、えー、この特活もなみがこの件を起こしたということで、その事件後、ですね退去者が増えたんですよ。で、マンション取り壊しの話が出てるっていうことが言われてるんですね。これが狙いいじゃないですか だって、マンションの中に首がなかったんでしょて手がなかったわけじゃないですか。マンションでやってない可能性が高いわけですよ。しかし、そ,そういったところで、えー、マンションでそういったことが起こるっていうと、あ、あそこのマンションってなんか嫌だねって言って人が出ていくじゃないですか。うん、退去させるための手段だったと僕は考えますけどね。特活もなみがやってないと思いますし、それが狙いだったと思います。で、えー、この特活もなみが事件を起こしたところの現場あーとなっているマンションっていうのは、お父さんの所有物だったんですよ。 だから、おそらくこの地元の、ね、富裕層でお金持ちで何かがあったんでしょうね、えそ,れそれ以上は分かりません。だから、その不動産とかマンションとかそういったものを退去するとかしないとか、そういったものの後ろで巨大な利権があると、でお父さんは普通にしてるから、別になんていうこともないじゃないですか、その娘をこういうふうに事件の犯人だというふうに見せて、父親を潰すで、父親は分からないように丸す。 そういったことが目的徳勝もなみのお父さんというのは地元でものすごく富裕層だったということが言われていて弁護士とか不動産業をされているみたいなんですがそらくこの不動産トラブルそれがあってこのお父さんが追い詰められたそしてそのお父さんを追い詰めるためにこの徳勝も美みという娘を利用して追い詰めたそれがこの件の真相だと思います。 もうそろそろ2024年に特活まなみが医療少年院から出てくるで出てくるから嫌だなうん本当にそうですか出てくるかどうか知りませんけど全然真相がわからないんですよこの事件この事件すんげえ注目されてますけど僕が言ってるようなことを言ってる人ってほとんどいないんですよ僕は考えたんでねうん な長いことこの件を調べていてでおそらくこういったことだろうなと僕は思ったんでそちらをお伝えさせていただいてるんですけど、うん、その精神的に何々とか、ね、その医療少年院に入ってるなかこれもまた少年法を利用して、えー、そういう風にやってますが意味が違うところにある、うん、だ僕はあこの件っていうのは、まあ、皆さんはどういう風に思ってらっしゃるか分かりませんが。 非常に不可解な点があるんですよ。先ほどのマンションの中で首が見つからないとか、うん、そんなことを言ってる。うんだから、おそらく、徳勝もなみのお父さんの不動産利権を潰すために、こういった事件を大騒ぎしたんじゃないかと思います。犯人かどうかわからないね、徳勝もなみって。してないと僕は思いますけどね。っていうか、できないでしょ。うん。っていうことを思います。まああのの北海道のね、えー 親子の件とかも、えー、ご質問とかいただきまして、こちらの件もですね、関心を持っている方もいらっしゃると思いますし、えー、ほとんどですね、僕が言ったような話を見ないんですよ。見たことが僕はないんでね、うん、あの、数ヶ月考えたあ、まあ、結果なんで、まあ、何かしら思っていただけるもの、共感していただけるものがあれば何よりです。だから、こういう日本で起こるこの凶悪事件っていうのは全然違う裏の目的があるんですよ。そのように思いましたということで、えー、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。